こんにちは、ようなしです。今回は5月に購入したもののご紹介をしようと思います。 iHerb の YouTube で発行される 20% オフとかのセールを待って購入するようになりましたね。今回も 20% オフで買ったんですけど、その後に 22% オフセールっていうのがやってきておりました。これなかなかタイミング難しいですね。今回も新しく購入したものとかたくさんありますのでご紹介したいと思います。それでは行ってみよう。1品目がこちらです。アドバンスドクリニカルズのコンプリート5 in 1アイセラムマルチコレクションというのを購入いたしました。アドバンスドクリニカルズってボディクリームみたいなものを使ったことがあるんですけど、今回アイセラムを買ってみました。結構ギョギョしい箱に入ってるんですよ。こちらもレビューが1万3000件超えという非常に人気の商品です。なんですけど在庫切れが多くて今までちょっと買えたことがなかったんですよね。今回在庫復活したのを見て購入いたしました。こちら中身なんですけど思った以上に大きいんですよね。これで1141円で購入しました。セールで買ってです。良くないですか？使い切るまですごく時間かかりそう。こちらは年齢を重ねた肌の5つのサイン、気になる目元、重たい印象、肌の張り、目尻の乾燥、あとエイジングケアにアプローチして目元を整えてくれるアイセラムと書かれておりました。潤いを与えるアロエベラ、マヌカハニー、グリセリンが配合されているとのことです。テクスチャーは結構緩いですね。水っぽい感じ、最初だからかな。香りはほぼないです。すっごく塗りやすい。ちょっとの量ですごく伸びますね。結構しっとりします。テクスチャーから考えるともっとさっぱりめなのかなと思うんですけど、しっかり潤ってくれますね。こちらはハリが出たと、クマが薄くなった、目元がトーンアップしたといったレビューもかなり書かれてたんですよね。あと成分見るとレチノールも配合されているので、そこら辺の効果もあるのかなと思います。時間が経つとややサラッとする感じですね。これだけの量があるので目元だけじゃなくてほうれい線のあたりだったり気になるところに塗るのもいいかなと思います。こちら使っていきたいと思います。では珍しく口紅買いました。これが LA ガールのマットフラットベルベットリップスティックのスナグルという種類のものを買いました。 LA ガールというメーカーのものを初めて買いますね。ジップリプシー中なんですよね。今までレブロンのクレヨンリップみたいなの使ってたんですけど、もう廃盤になっちゃって、すごく気に入って使ってたのに、それと同じようなものを見つけられないでいるんですよね。私はオレンジ系のリップが好きなんですけど、これはちょっとベージュというのかな、こんな感じの色です。あ、でもいい感じかもしれない。一応マットリップって書いてるので質感としてはマットなんだろうなと思います。こんな色味、これ結構日本人に合う色味じゃないかなと思います。私はイエベのオータムなんですけど、なかなかいい感じの色じゃないでしょうか。このリップもレビュー1万件超えとすごく人気だったんですよね。なので信じて買いました。唇の血色もすごくよく見せてくれるといったレビュー書かれていました。マットなんですけど唇がかさつくことなく荒れることなく優しいらしいので、まあ、優秀なリップじゃないかなと思います。これで価格が471円なんですよね。安くないですか？よかったらリピートしたいんですけど、ちょっと落ちやすいかな。どうだろう。ちょっとしばらく使ってみようと思います。次はこちらです。これがエコツールズの頭皮刺激マッサージャーというのを購入いたしました。こちら頭皮を優しく刺激してくれるらしいです。まあ、血行促進ですかね。今はもうシャンプーは2日に1回で、間の1日を湯シャンにしてるんですけど、その時スリーコインズで買ったラバー素材のブラシ使ってるんですけど、これがすごくカビやすいんですよね。お風呂の中で干してるんですけど、気がつくとカビてる、また掃除するんですけどまたカビてるっていう感じなので、ちょっと新しく購入したいと思って探してたんですけど、エコツールズさんちゃんとこういうの出してるんですね。さすがです。しかもおしゃれなんですよね。持ち手もこんな感じでおしゃれって感じです。中はこんな感じ、持ち手がいい仕事するんでしょうか。あー、これいいですね。これいいですね。これ適度な洗浄力レベル2って書いてあったんで、多分1か3も存在してるんでしょう。ちょっと見つけられなかったんですけど、あ、いいですね。カビない素材かというと間違いなくカビるとは思うんですけど、乾燥具合次第ですかね。梅雨時期を超えれるかちょっと心配ですね。
あと持ち手も木材でできているので乾燥しやすいかといえばそうでもないかな。これすごく握りやすいんですけど、レビュー見ると水がついた手で握ると滑りやすいって書いてあったんですよね。そこもちょっと心配かなとは思います。でもレビューの評価やっぱり良かったんですよ。強すぎず弱すぎず頭皮を刺激してくれますと。握力が弱くてもしっかり動かせるし、まあ、しっかり泡立てることもできてさっぱりするというレビューがありました。毛穴をきれいにしてくれる感じもしますというレビューもありましたね。髪質が良くなり張りが出てきましたという嬉しいレビューもありました。頭皮マッサージするのすごく重要ですよね。若い時は全然そんなこと思わなかったんですけど、もうボリュームダウンのことばっかり思ってましたね。もう締め縄みたいに三つ編みになる髪質だったので。年取って今ちょっと落ち着いてきて、それでもまだ多いんですけど、でもなんとなく張りが欲しいというか、パサつきをどうにかしたいっていう感じですね。これがセールで554円で買ったんですよ。よかったら2個目も買う気がします。また購入してたら動画にあげます。次はこちらです。ヒーローズの耳栓スリーププリティピンク14組というのを購入いたしました。私どうにも眠りが浅いので耳栓に手を出してしまいました。普段からまあ物音とかでもよく起きるんですけど、旅行に行った時ですよね。1日目もう全く寝れないんですよね。なので2日目が睡眠不足でちょっと死んでるみたいな感じで全然楽しめないんですよね。物音とかだったり枕神経質なのかな、枕が変わったりもあるし、同行人の、まあ、いびきなんかでももう全く寝れなかったりするので、この耳栓して少しでも眠れたらいいなと思って今回購入しました。私が買ったこのピンクっていうのがちょっとサイズ的に小さいサイズのようで、他にも大きめの黄色だったりブルーのタイプだったりもありました。女性にはこれがいいかなって書かれてたので今回これを買いました。こんな感じで取り出せるようになっている親切設計です。色はまあまあどぎついんですよね。もっとシンプルなグレーとかでもいいんですけど、まあ、海外製品にそういうの求めてはいかんですよね。こんな感じ。私耳栓とか使ったことないんですよね。どうなんだろう。耳が痛くならずに快適に使えるって書いてあったんですよね。ああ、ちょっといいのかどうかもわからない。この耳に入ってるっていう状態が気になるかも。やっぱ神経質なのかな私。閉塞感がある。あれ、これつけて寝れるかはちょっとわかんない。次の旅行に行って試してみたいと思います。でもこれすごくレビュー良かったですよ。私が使えなくてもあの他の人はたくさん使えてるので、気になる方は見てみてください。次から食料品いきます。一つ目がこちら、ザ・スパイスラボのオーガニック松の実というのを購入いたしました。松の実、あの自然派食品店の商品を購入した時にご紹介したと思うんですけども、これは本当千人の実と呼ばれるぐらい素晴らしい効能があるものです。アイハーブで買うのは初めてですね。オーガニックの松の実っていうのもあるんですね。これ結構人気なので、まあまあいつも在庫切れだったんですよ。今回はあると思って急ぎカートに入れました。買えてよかったです。松の実の効能っていうのはもうとにかくすごいんですよね。こちら書いておきます。抗酸化作用だったり育毛効果、貧血予防、コレステロールを下げる、炎症やかゆみの抑制、肌の細胞の活性化、空腹を抑制してくれたりもするし、あとアレルギーやアトピーにも効果的とのことで、まあ、千人の実なので、まあ、不老長寿にもいいということで、結局は抗酸化作用がかなりあるんだなということですよね。これ量も思ったより入ってるなと思いました。この松の実が778円で購入しました。日本で買ってもまあまあ高いんですよね。しかもオーガニックじゃなかったりするので、やっぱりアイハーブすごいなと思います。中はこんな感じで、身の関係上多分このちっちゃい穴からは絶対出てこないと思います。使い回してるのかな、この瓶色なものと。こっちのでっかいのだったら出てくると思います。はい、出てきた。ちょっと食べます。いただきます。食感とか味はカシューナッツに似てるんですけど、それよりは若干癖があります。やっぱり松葉茶を飲んだことある人だったら分かるかもしれないですけど、松の実もあの風味がします。これはそのまま食べても美味しいですし、私はよくかぼちゃサラダに入れたり、あと白身魚を小麦粉かけて、まあ、ムニエルですねにして、この松の実のソースかけたりして食べてます。多分有名なところだとジェノベーゼソースみたいなのを作ったりもするんですけど、めんどくさがりなんでそれは作ったことないです。うん、味も美味しいですね。ヨーグルトに入れたり、まあ、スムージーに混ぜたりしても美味しいと思うので、これはおすすめです。在庫切れじゃなかったらまた買いたいなと思います。次がこちらです。骨
これがオーガニックインディアのトゥルシーティーアシュワガンダカフェインフリー18袋というのを買いました。この頃あれです、アーユルヴェーダのことを調べることが結構あって、このトゥルシーっていうお茶結構出てくるんですよね。なのでちょっと気になってたんですけど、まあ、アイハーブにももちろんあるということで買ってみました。トゥルシーっていうのはホーリーバジルのことだそうです。説明では、インドのアーユルヴェーダ医学で古くから用いられ、健康維持や美容に至るまでその効果は幅広いと書かれています。ホーリーバジルについては、ストレス軽減、抗酸化効果、抗菌抗炎症効果、あと健康を維持するために欠かせない効用を持っているとのことです。こちら呼吸器系疾患の予防や改善にも利用できるということなので、まあまあ万能だと思います。もちろん USDA 認定オーガニックとノン GMO、 グルテンフリー、酵素、ビーガン製品となっております。トゥルシーの他にこちらはアシュワガンダも入っております。私初めて飲むんですけど、味はちょっと気になりますね。中はこんな感じのが18袋入っています。香りはなんかバジルっぽい香りしますね、うん、ザハーブティーっていう匂いがします。色はこんな感じのお茶の色ですね。ちょっと飲んでみます。全然癖がないですね。めちゃくちゃ飲みやすいです。前に買った紅茶キノコより全然飲みやすいですディスってないんですけどね、紅茶キノコは。あれはあれで不思議な味で、あ、これが紅茶キノコなんだっていう味だったんですけどこれはそんな主張がなくてすごく美味しい。めちゃくちゃホッとする味です。これいいですね。これが18袋入ってて688円で買いました。オーガニックインディアっていうのは多分あんま買ったことないメーカーだと思うので、他の種類もすごく気になりますね。これちょっとまた見てみたいと思います。次がこちらです。これがヤムアースのソフトな味わいのグルテンフリーザクロリコリスプラスヤンっていうのを購入いたしました。久しぶりに買いました。ヤムアース、グミとかキャンディーとかありますよね。どれも美味しい。私がグミとキャンディーはあまり好きじゃないので買わないんですけど、娘のために買ったって感じかな。今回はちょっと気になってこのリコリスのお菓子を買ってみました。リコリスっていうのが、まあ漢方でもおなじみの乾燥の仲間とのことです。ちょっと甘いんですよね。根っこが甘い植物ですよね。のど飴に入ってたりするので知ってる方もいらっしゃると思います。初冬の約50倍の甘みがありながら低カロリーっていうのが特徴だそうです。嬉しいですね。こちらザクロ味とのことなので、私ザクロ味好きなので気になって買いました。食感もグミのようで美味しいということです。ということはグミではないんでしょうね。何なんでしょうねこれ。ちょっと食べてみます。中はこんな感じです。なんかこういう形状の木材のペレット材みたいなのがあると思うんですけど、 あれです。例え悪い。はい、こんな感じ。うちこれ猫砂こんな形状なんですよね匂いはなんか甘酸っぱい匂いがします。食べてみます。いただきます。食感はグミではないですね。食べていけばいくほど粉々しくなるというか、小麦粉をギュッと固めたあれですね、きなこ棒じゃないけど、なんて言ったらいいのかな。グミじゃないです。食べれるんですけど私は苦手かな、この食感。まあグミが好きじゃない人間なんで、全然好きな人は食べれると思うんですけど、味は薄いザクロって感じ。薄いですね、ザクロ。ちょっともう一回食べていいですか。うん、なんとなくザクロいます。だけどそこまで美味しくないかな。これ他にも種類がブラックリコリスとストロベリーっていうのもあるんですよね。ストロベリーもいいんですけど、やっぱザクロかなと思って買ったんですけど、まあ、私の好みの問題でそう好きではなかったということですね。口寂しい時に食べるのには最適じゃないかなと思います。ちょっと気になる方はどうぞ試してみてください。次がこちらです。これがカリフォルニアゴールドニュートリションのフーズ海苔ライスチップスソルト&ビネガーというのを購入いたしました。今こう見えてダイエット中なのでちょっと食べれるかなと思って海苔チップス買ってみました。ダイエットしてると毎回言ってるような気がするんですけど、体重はちっとも減ってないです。怖いですね。中年太りなんでしょうね。あとホルモンバランスの影響とかもあるんですかね、勝手に思ってるんですけど。このライスチップスは種類いろいろあったんですけど、今回はソルト&ビネガーというのを購入いたしました。一番痩せそうじゃないです。他にチーズ、ハニーバター、ホット&スパイシーとワサビっていうのがありました。やっぱ一番痩せそうじゃないです。海苔をパリパリになるまでローストし、アクセントの効いたビネガーと塩でバランスよく味付けしましたとのことなので期待大です。ちょっと食べてみます。中はこんな感じです。なんか思ったんと違う、くるってなってる。おみくじが中に入ってるクッキーみたいなのじゃないですか、フォーチュンクッキーか、あんな形状です食べてみます。いただきます。これは思った以上に軽くて、思った以上に酸味が効いてますね。美味しいよ。美味しいです。
ちゃんと海苔の風味もするし、もうちょっと塩気があってもいいかなと思うんですけど、まあソルト&ビネガーなんでこんなもんなのかな。ちょっと後引く酸っぱさかもしれないです。お酒飲む人だったりしたらいいんじゃないかな。ビールなんかに合うかもしれないですね。これは食べ始めたら止まらない。あれですね。カッパエビせん系のおやつですね。これでも多分、ホット&スパイシーとわさび他美味しいんじゃないでしょうか。ハニーバターっていうのかな。ちょっと想像できないな。海苔とのハーモニーが。ソルト&ビネガーおすすめですね。これすごく美味しかったです。カロリーもめっちゃ低いんですよね。90って書かれてます。一袋じゃないよね。一袋か。美味しかった。これ食べていこうと思います。最後はいつものこれです。パラダイスハーブスのオラクエナジーグリーンズです。20% オフを待って買いました。いつも買ってるので、もう紹介は省きます。今回のアイハーブ購入品の紹介は以上です。参考になったよという方は高評価ボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。